熊東学院の教師採用の見返りに2億1000万ウォンを受け取った容疑を持たれている著国前法務部長官の弟著防止が最近、プサンのある病院に再入院したことが分かった。28日、放送会によると著氏は去る21日、検察の調査を受けた後、逮捕状再請求待機しながらソウルに滞在していたが、先週プサン兵器、 地域の病院に入院した。諸子は検察の調査前後に追間板ヘルニアによる痛みの他にも、首の痛みを訴えたという。諸子はソウル中央地検の調査前、医師の所見書など健康関連記録を提出し、調査以降、検察側の要請に応じて医務記録閲覧同意書に署名した。 これで検察は女子の入隊員記録などを病院からリアルタイムで入手し、女子の健康状態を把握できるようになった。検察は現在、女子の知人らを召喚し既存の捜査を保管していることが分かった。